吉田さん、三井住友カードの法人カードでこの前ねセルフバックで申し込んで2万3千もらえるやつやったんですけどもあのカードを通りましたっていうのがねこう文書でも来まして、えー、これで2万3千、a 8ネットゲットですねという動画を撮ったらやっぱり1万円2万円って稼げるんでしょうねきっとねその時の動画あのどうなってるのか今ちょっとチャンネルがフリーズしてるんであの明日までわかりませんけどね 明日になったら元々のチャンネルにまた戻りますんで、そっちの方でアナリティクスなんかちょこちょこ見ようかと思いますけども、なんかいいっすね。こうやって、金融系の動画、暗号通貨系の動画、FX 系投資系の動画撮ると、まあ大体ガッツリ入ってくるじゃないですか。もうなんかそれだけでやっていけそうな気もしますけどね。うん。あとなんですかね、あのー、自動車保険もそうですよね。自動車保険の切り替えとか、 車の動画撮ったら大体保険のアフィリエットついたりとかしますんで、それもいいと思いますしね。グーネットとかもつきますしね。だからもはや、あの、広告バナーをブログに貼るみたいな作業じゃなくて、自分のこの動画に合わせて、いろんな動画が勝手にね、追随してくれるっていう形で、何もかも、なんか自分向けですね、これはね。ちょっと他のビジネスほんとできませんよ、これだったら。 まあもちろん、あのー、コンテンツ販売もあるんで、通販の方も。そっちの方もね、大きいですけどもね。この広告っていうのは、まだ回ってるって感じですよね。数年前のやつがまだ収入をもたらしてるみたいなね。ほんと YouTube すごいなと思うんですよ。それ、そればっかりですね、もう億万長者合宿。億万長者合宿、ほんとね、湯河原のメンバーもう一回来いみたいな気がしますけどもね。どうなんですかね。いや、行ってらっしゃい。